ハム郡司のスタメンで10戦、3番ファーストで2安打1四球で3出塁、1ボール2ストライクから際どいボール球見送って、8球粘ってフォアボールと、さすがのアプローチ見せる。一塁で使われててくさ、出る喜び。ファーストだけどいいのか。やっぱコンバートされたか。いきなり保守はないか、それともほぼコンバート決まりなんかな。新庄のコメントやと完全に保守として考えてるようやで。微精度より打てるわ多分。2軍で OPS.7 に過度な期待すんな。保守ではなかったよ。ファーストできるなら中日に欲しいな。山本ともども頑張ってくれ、応援してる。中日ってファースト育てる気ないの？石川と郡司で競わせればよかっただろ。ええじゃん、まずは得意な打撃で結果出させて気持ちを明るくさせてから保守やらせてみるんでしょ。郡司はいいよ、守備下手だけどね。保守じゃないって言ってるやつおるけど、ゲームじゃないんだから、トレード即キャッチャーやらせますっていうのは厳しいでしょ。ん？お、そうだな。立浪いきなり保守は無理やろ、サインとか覚える間もないやん。中日に欲しい人材、中日を出る喜び。選球眼はガチ。郡司保守以外も守れる、長打打てる、勝負強い。本間研究家が言うように選球眼はあるんやな。ただ一軍レベルの球はなかなか打てないとも言われてたが、大学時代の指標は外れだったのが不思議レベル。中日の育成がゴミなだけで逸材やで。逸材ならなんで6大学三冠王まで取ったのに、4位まで残ってたんや。守備じゃね、肩が強くないからね、打つ方はなんとかなりそうだけど。中日ではなんとかならなかったんか。長打力はそんなにない、力ある球はあんまり打てない、選球眼はいい。立浪の効果出てるやん。